デジャブ。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで今回はびっくりマーク最後の一人、三賢者のラストやね。もうエルが一生懸命頑張ってくれているよ。あゆなよ、ルベスより使わされたという三賢者の話を聞いたか。うん、二人まで集めました。来る来ると言って一向に来ないとは。おそらく旅の途中で何かあったのじゃろう。姫の命で三賢者のうちの一人の足取りを探っておいたぞ。ルビスの目告げでここに向かう三賢者は竜王を倒す鍵を握る人物らしくての。預言者たるわしの見立てによれば、その三賢者の力なくば竜王を倒す準備は完了せぬ。ということはじゃ、その三賢者がこの地に揃わなければそなたのビルダーとしての責務も果たせぬことになってしまうのじゃ。さあアイナよ、コンパスを頼りに賢者の一人を探しここまで連れてくるのじゃ。コンパスに目的地が表示された。おお、すごいね、精が出るね。ということで、さあ最後の一人行ってきます。今回は斜め右。とりあえず今までエル、姉子、なんかめっちゃドソドソ聞こえますけど、まあ、その二人を発見したということで、次はきっとメルキドから来るはずなんだ。でもって私はその人物にももう多少の目処が立っているよ。え、だってさ、あれでしょ、ピリンだよ、ピリン。いやー、いいねいいね。なんか未だにメルキドの人たち好きだよ私。やっぱり最初の街ということもあるのかもしれんが、あっち、うん、こっちか、あの場所ってことかな。うん、最初の街ということもあるのかもしれんが、とりあえず思い入れというものがね。そしてピリンはやっぱり、ん？おーい、誰かー、なんだ、え、なに、ここ、これを破壊したらなんか入り口があるとかそういう系の、なんか壊せそうやもんね。初めて砂を手に入れた、ん、初めて石垣を手に入れた。え、これ壊せんくね。あ、話すって出てる、ちょっと待って。のお、そこに誰かおるのか。不届きに魔物どもに襲われて固い岩の中に閉じ込められてしまってな。ん、デジャブ、頼む、誰かは知らぬが我が輩をこっから出してくれ。この岩は恐ろしく固い、何か爆弾のようなものだな、壊せる気がするぞ。へえ、デジャブ。ちょっと待ってね、今すぐ大砲で助け出してあげる。ピキーンって言ったけど、うわ、サソリじゃねえか。ど、ん、壊れてないけど、なんか上の飾りどっか行ったよ。どういうこと。あ、初めて砂の草切れを手に入れた、初めて竜王軍の旗を手に入れた。あれ、竜王軍の旗やったんや。爆弾のようなもの、おっしゃ、爆弾岩やな。爆弾岩、ちょっと協力してくれい。いて、こっちこっち、え、こっちこっち転がっておいで。いや、サソリは邪魔だな、ちょ、君、あー、やべえ、ちょっと待って、サソリにかまってる場合じゃないんだ。ちょ、そこでメガンテって唱えてもらえる。そこでメガンテを唱えてもらえるとありがたいんだが。あ、唱えた。さあ、サソリを君も巻き添えを食うがいい。そしてちょっと地中に埋まっているあの人も危ないと思うけど、どうだ。あー、ちょっと待って、やられてねえじゃねえか。はっはっは、よしよしよし、よっしゃー、オッケー、何も落とさんのかーい。え、残ってますけど、これだけ、マジでめっちゃ硬いんやん。え、ってことは、あ、そうだ、私ね忘れとった、普通に。素材集めで何回か使ったんやけど、あ、これ魔法の玉、これやな。普通に考えてこれやな、爆弾やね。お、初めて朽ちたバリケードを手に入れた。なるほどね、だってあれじゃん、メルキドといえばゴーレムだよ、ゴーレムといえば魔法の玉だよ。うなー、死んだ、助かったぞ。おお、あそこだ、あそこを見ろ。なになに、どれどれ、すげえ爆発だったな。
ん？こんなところにも人間がいやがった。なに、誰だよ。ん？ひょっとするとこいつが噂のビルダーとかいうやつなのでは。私なんかバリケード持ってんですけど。いや、柵かな。だとするとこいつを倒すのお手柄だ。先生、やっちまってください。誰だよ、何先生って。先生を倒せ。あ、待って待って、何何何何。いや、なんかキングスライムいるんですけど。ええ、誰の会話だったの今の。ちょっと待って、ちょっと待って、大砲大砲。あー怖いよ、影が。あ、いや、うわーちょっと、うわーちょっと待って、大砲の上に乗るのはやめてくれるかな。何これスライム、ちょっと邪魔だよ君。話す？ぐへへへ。先生、早いときやっちまってください。こいつかい。なんだ、あの生意気なやつは。ちょ、とりあえずこの辺、はい。サボテン破壊しただけじゃねえか。ちょ、待って。こっちだよ、こっち。さあ、この辺サボテン取れるんじゃね。初めてサボテン果肉を手に入れた。どの辺？この辺か。何？上がれないの？そっから。えへへ、だっせー。ちょっと待ってね。そんなこと言ってたらやられそうなんだ。でもって、大砲あった。あ、入れ替えね。入れ替えでちょっとサボテン。はい、オッケー。どうよ。あー、上がってこれるようになってしまった。その、ちょ、あー、やめて。何それ。その王冠は武器ですか？え、どこ行ったの？ここに置い、あ、あったあった。あるじゃん。あれ、遠いんかな？ちょっと待ってね。鋼の剣で。ん？初めて研ぎ罠を手に入れた。やべえ。はいはいはい。怖いよ。いや、でも怖いけど、あれだな。はい。いやー、ちょっと、近かった。近かったよ。はい、来い来い来い。こっちだよ、バーカ。はぁはぁはぁ。お、会心の一撃。待ってね、はい。こっちこっち。はい。ドーン。あ、でも結構体力減ってきた。でも思ったより強いんだな、キングスライム。はい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 、来い来い。ちょっとちょっとちょっと。あ、怖い、潰される潰される潰される。やべえ。はいはい。はいはいはい。あ、やばいやばい。大丈夫か、体力。あ、これは危険。うおぉ。ちょ、水の中に落とそうとするのやめて。はあ、はあ。大砲が、大砲が壊れる。大砲の上に乗んなし。ああ、恐ろしいよ。こっちには爆弾いわ。どうよ。はっ。やった、先生をやっつけたぜ。イエーイ。ってことで、ちょっとこれお持ち帰りしとくね。はい。これで。あ、こっちも取っとかんといかんね。そんな先生が。ふん、お前なんか、へいへいへい。潰れねえ。ああ、ああ、まさか先生がやられちまうなんて。ふん。でもなんだ、あいつ逃げないし潰せないんだけど。初めてオリハルコンを手に入れた。イェーイ。イェーイ。おお、すまなかったな、若者よ。おかげで助かっ。懐かしい顔だな。おお、アユナ、アユナではないか。久しぶりだな、アユナ。我が輩は。嬉しいぞ、本当に。ん？なんだと？ルビスによれば、我が輩が三賢者の一人らしいだと？うん。我が輩もそこまで高名になったか。素晴らしい。素晴らしすぎるぞ。うわっはっはっは。実はな、精霊ルビスからお告げを聞き、竜王討伐の準備を進めるお主を助けるために、春からララトームに向かっていたのだが、途中で大切なものを魔物に奪われてしまってな。さあ、あのスライムから我が輩のイニシアのメダルを取り返してくれ。それぐらい自分でやれよ。こんなスライムどうってことないだろ。ひ、すみません、すみませんでした。だから絞るのはやめてください。僕の青い油は臭くてまずいですよ。これはお返しします。だから僕を絞らないで。イニシアのメダルを手に入れた。なるほど、青い油っていうのはスライムを絞って取ってたんだな。恐ろしいわ。はい、取り返したよ。超簡単だった。話すだけだった。話せばわかる子だった。うん、よくぞ魔物の手からイニシアのメダルを取り返してくれたな。精霊ルビスからのお告げによれば、そのメダルは竜王を倒すために必要な虹の雫という道具を作る鍵となるものなんだそうだ。
西屋のメダルはお主のものだ。時が来るまで大切に取っておくのだぞ。さあ、ひとまずお主の町まで行こう。あと一つ伝えにもならぬことがあるのだ。この場所で伝えるよ。我が輩もしばらくの間お主のラートームに住ませてもらおうとするぞ。何？ん？なんだその苦虫を舌の上ですりつぶしたような顔は。情けない、情けないぞ。お主は我が輩と住みたくないと申すか。なんでそれが情けないんだよ。ん？何？冗談だと？ねっはは、こいつめこいつめ、あいなめあいなめ、仲良しか。さあアユナ、一度ラウトウメイと向かおうぞ。ロロンドが仲間になったということで、キメラの翼で、キメラの翼を使って拠点に帰ります。シューン。はい、ただいま。来た来た、ロロンド、これで仲間に。何英雄みたいな感じになってんの。おお、これがラダトームの町か。メルキドロクに書かれた伝説の城下町がここに。今のメルキドの発展ぶりに比べればまだまだではあるが、さすがだぞアユナ。メルキドそんなに発展したの？見てみたいんだけど。まったくお主はすごいやつだ。このままの勢いで竜王も倒すのであろう。がっはは、愚問であったか。竜王を倒せるのはお主以外にはおるまいからな。結局私が倒すのか。そんなお主のためにもう一つ、メルキドに伝わる伝説の鎧について教えようと思っておるのだが、姫にも挨拶をせねばならん。もうしばし待っておれ。うわっはっは。おっと、そうであった。メルキドのロシから預かり物があったのだ。ロシとか懐かしいね。ロロンドとちょっとバチバチ状態やったやつやん。この地は物の攻撃も激しかろう。これを使いラートームの町を守るのだ。トゲ罠を30個手に入れた。お、ありがたい。え、でもあれかい？私が一生懸命敷き詰めたあのお堀の中のトゲ罠を引っこ抜いてきたんじゃないだろうね。火を吹く石像を2個手に入れた。これも絶対破壊したでしょ君。あ、ちょっとおじいちゃんおじいちゃん、あ、違う、おじいちゃんおじいちゃん。おお、あゆな、三賢者の一人を連れてきてくれたのじゃな。うん、あれが賢者か。賢者という割にはそこが浅そうじゃな。偉そうにヒゲなど生やしおってからに。そこは別にいいでしょ。しかしメルキドの力ははるばるこんな遠い地までたどり着けるとは。そなたのビルダーとしての力でメルキドの復興が進んだ兆候であろうな。何かに乗ってきたってことかな。メルキドか。メルキドにはかつて伝説の鎧である光の鎧があったというが。そうか、伝説の鎧のことをそなたに伝えるのもあの男の役割ということじゃな。さてアイナ、以前そなたに伝えた竜王の住む島へと渡る虹の雫の原料のありかについてじゃが、あ、今まで集めたものでは作れんのや。どうやらこのラードームの闇の奥で何者かが隠し持っておるらしいのじゃ。おそらくじゃが、その虹の雫の原料を持つ者こそがそなたがビルダーとして最後に戦う相手になるのであろう。あ、竜王との直接決戦はないってこと？しかし詳しいことはまだわからぬ。わかり次第改めてそなたに伝えよう。そなたの役割ももうすぐ終わる。もう少しじゃ、もう少しだけ頑張るんじゃぞ。クエストコンプリート、キメラの翼。なるほど、それを伝えるのはロロンドの役目ではないのかね。ね、ドアアップ。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかみんなさ、仲間になってすぐに玉座の間に入ってくんだけど、なんなの、着替えてるの？変わった風に見えないんだけど。